トゥナイト5さあ始まりました「トゥナイト5」この番組は吉本沖縄に所属する芸人が月曜日から金曜日までの23時から1時間お送りするラジオ番組です そして、本日水曜日担当は吉本沖縄に所属しております。ピン芸人の知念たかしです。はい、よろしくお願いしまーす。お願いします。さあ、えー、っと、トゥナイトファイブ。水曜日始まりましたけども、あのー、まあ、最初でね。ちょっと報告しないといけないことがあるんですけど、あの、このトゥナイトファイブは。あの、月曜日から金曜日までね。毎日日替わりで、MC 変わるんですけど。 あの毎週水曜日は僕、知念たかしと本来ならばですよ、僕、知念たかしと、あのー、ピン芸人の島袋しのぶ、この二人でお送りしてるんですけども、えー、今日ですねしの,ぶくん、えー、しのぶちゃんはですね、まああのー、インフルエンザのためお休みという形で、はい、あの野郎、インフルエンザなんかにかかりやがって。 えー、しかもですね今日ですね、えー、っとだから今日23時から今始まったばっかりなんですけど9時ぐらいにねなんか21時ぐらいにしのぶに LINE の方で今日の「t o n i t e f i どんな感じでやろうかみたいなちょっと相談のために LINE で送ったらしのぶが、すいません、僕、えー、自宅謹慎中ですって見てああ、そうだーと思って2日ぐらい前にし、あのぶ、ー、が地元 CM かなんかの撮影で。 え伊江島の方に行きまして、そうです、お仕事で伊江島の方に行きまして、そこであの、インフルエンザにかかったってこと、僕はその吉本沖縄芸人のね全体のグループ LINE があるんですけど、そこで僕が、しのぶがインフルエンザにかかったってことを2日ぐらい前に知ってたんで、あ、そっか、インフルエンザだったなと思ったんですけど、そこで一瞬、え、ちょっと待ってよと、インフルエンザにかかったの俺が忘れてたのはわかるよと。ただ なんで忍自体が俺に「いや、知念さんすみませんあの僕インフルエンザンかかってるため水曜日行かないといけません」って一言入れないんだと思ってえってことは僕今日え俺今日1人でやるのってくんに LINE で送ったんですよそういう風に送ったら「まあ、そういうことなりますね」って言って「いやいやなりますね」じゃねえよバカ野郎と <laughs> すみませんね忍ののぶな家族がここラジオいいてるみたいなこと もうちょ,ちょっと聞いたんですけど、あのー、僕はもうそんなの一切関係ないで思ったことを言うラジオとして今日放送してくるんですけど「あのー、ふざけんじゃねえぞ」と「なんで一人でやんだ?」って言ったら、あのー、そっからですよ忍君が音信不通になったのは <laughs> <laughs> ひどいよ忍それまでは2分おきぐらいに LINE 返事してたのに一切返さなくなって「俺一体一人でどうすんの?」っつったらもう既読もつけずに無視ですよ しのぶよ、俺、お前の2年先輩だよ、虫はだめだよ、虫は、それはひどいよ、しのぶくん、<laughs> 別にね、怒ってるわけじゃないから、なんで、なんで報告しなかったのっていうね、そういうことだけ、すいません、忘れてましたっていう、その一言だけ欲しかったなんで、うん、しのぶ、たぶんこの放送聞いてるでしょツイキャス、メール、募集してます、もしくは僕の携帯に個人 LINE で返事をください、はい。 あの電話で繋ぐことも可能なんでね <laughs>、このままだと僕はお前のこと、本当に嫌いになりそうです <laughs>。嫌われない前,嫌嫌われる前にね、先輩に嫌われる前にね、返事くれたら嬉しいです、僕は <laughs>。ということで、今夜の「THENIGHT5」は、僕、ピン芸人の知念たしのみでお送りしていきたいと思いますんで、えー、先ほども言いましたツイキャスとかメールも募集してますんでね、ぜひぜひ送ってください。 えー、ツイキャスの方来てます。えー、と、レオナさん、こんばんは、あこんばんは、しのぶさんはいないんですか、そうなんです、今の理由でね、来ないんですよ。えー、っと、真夜中ラーラさん、沖縄寒いのってうん、なんですか、真夜中ラーラさん、その後に、2時間前ってど、<laughs> 2時間前ってどういうことだえー、もう一回、<laughs> 唐突すぎてよく分かんないな。 私もインフルにかかったけどゲーセンに行ってインフルの菌をばらまきましたダメだよダメだよ絶対やっちゃいけないですよえーてれいさんぶさんこのラジオ見てるかなて見てるかなうーんあらあら自分の弟もインフルエンザかかってますってなんかインフルエンザ流行ってるらしいですね2週間ぐらい前に携帯の方をパッて見たら沖縄インフルエンザ警報っていやそんな警報は世の中にあるんだと思って びっくりしましたけど、まあ、一応1人でやっていくってことでね僕知念,、えー、僕知念たかし考えました、えー、今日やる企画はですね1人1人滑らない話っていうのをちょっとやってみようかなと思うんですよ、あのー、皆さんもね皆さんもねうわ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 って思っちゃった方もいるかもしれないですけどやばいやばいやばいと思ってる方もしんない,いんないですけどね 僕は一切心病んでないですしもう本気,で本気でやろうと思ってますんであの滑らない話ってサイコロ振って出たマスのに書かれた名前の人が滑らない話披露するじゃないですかそれを僕は1人でやろうと思っててサイコロのね携帯のアプリの方があるんですけど僕がそれを振ってサイコロの1から6まあまあ最初から説明しますと僕は今6種類のトークのジャンルを用意してきてるんですよ まあまあまあ、1個言いましょうか。1つは、芸人のお話。もう1つ、えー、家族のお話。で、3つ目、学生時代のお話。で、4つ目、最近あったお話。で、5つ目が、えー、偏見。僕が思ってる偏見を言っていこうと。で、6つ目、大喜利。シンプルな大喜利ですね。これはもうミキさんの関さんにお題振ってもらって。 僕が正規さんに、えー、ピンポーンと正解が出るまでやっていこうじゃないかとまあだから1芸人の話2、えー、家族の話ですね家族で3つ目が学生時代学生時代で4つ目が最近あった話最近あった話5つ目がえー、と偏見偏見 で6つ目が大喜り。大喜利りていうことですね。僕がいろいろ話を持ってきましたんで。じゃあ、早速ですけども、早速ですけども、こちらの、本当はね、実物のサイコロがいいですよ。それはもう分かってますよ。なんですけどね、<laughs> あの諸事情によって、こちらのサイコロのアプリ、便利ですね。アプリでサイコロも手に入れる時代ですよ。よし、じゃあ、この、 サイコロのアプリ取、えー、りましたツイキャスの方見てる人は分かるかもしれませんがこちらのボタンホームボタンというかね画面の方を押したらサイコロが振りますで出た玉の色で僕がいろいろ話していきたいなと思いますじゃあ早速いいですか高橋一年のああすいませんすいませんそういうのがあるんだう <laughs> そういうのですか,かそういうのは今考えました <laughs> <laughs> すいません、関さん、ありがとうございます。いえ、い,い,い、えー、もうあのー、これからの,あの企画なんだ今。<noise> <laughs> じゃあ、出ました、振りましたよ、お六6、大喜利、早い、早速,早速かい。<laughs> <laughs> 早速かい。<laughs> かい <laughs> 6番目は大喜利ですね。 正規さん、正規さん。早いよ。あのー、早いですよ。早いな <laughs> 大喜利って一応なんか。どうなんですかね。どうですか。もうすでにもうちょっとお題とかあったりします。あのまあ簡単に言ったら、あの松本さんがやってる一人坊主っていう番組あったでしょあんな感じのことやろうと思ってます。はい、僕後半頭に白いタオル、えー、巻きながらやろうかなと。 かっこいいスタイルでやろうかなと思ってますの、ね、であじゃあお題の方関さんよろしくお願いしますオリンピック以外で四年周期にやってくることって何 <laughs> オリンピック以外で四年周期にやってくること,やとにやってくること <laughs> ああはい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  ははいはい、はい、4年周期でやってくることですよねそうなんですよねこれ1人で考えるから妙に間が空くっていうね <laughs> それはもうあのうん何でしょうはいできましたオリンピック以外で4年周期にやってくることって何パラリンピック <laughs> <laughs> ありがたいですね。早いですね。飛ばしたちょっと飛ばしたがありました。はいはい。まあまあ。そうですよね。二連チャンで大喜利出る場合もありますんで。僕、結構こう、遠く、遠くないよう考えてきたのに。唯一考えてない大喜利出すって何なんすかも。 <laughs> ライブは生き物ですな <laughs> ちょっとねどんどんいきましょうかじゃあすいませんお願いしていいですか、はい、出ました3番3番は学生時代のお話ですね、うん、学生時代の話まあ、知念を語る上で学生時代はもう絶対切って話せないですからね あの何、ー、て言うんですかね、僕はあのー、基本的に学生時代がまあわかりやすく言っとですよ、あのいけてないグループに属してた芸人ってあるじゃないですか、完全なるあれなんですよ、<laughs> あのー、まあ、もう見た目の感じでも雰囲気でわかると思うんですけど、まあ例えばなんですけど、あのー、あのれですね高校時代の昼食、昼食をね、僕は決まって友達4名で。 決まっていつも昼食を、あのー、理科室で食べてたんですよね。<laughs> <laughs> もう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 、<laughs> もう、もう行けてないでしょ、皆さん。<laughs> 理科室で食べてたんですよ。<laughs> なんで理科室かっていうのも、なんすかね、普通だいたい教室だと思うんですけど、<laughs> あの、教室は僕らのグループの中では、行けてるグループが集まって食べる場所だみたいな、もうもう、ね。勝手に思い込んでたんですよね。自然と、 あここ俺らの居場所じゃねえなと思って,て<で> <laughs> 理解室いいねとかじゃないですよ僕らも本来は理解室で食べてたんですけど、あのー、僕はあの卒業してから聞いた話ですよ卒業してから聞いたんですけど、あのー、僕らの同級生たちは陰で僕たちこの4人のことを、あのー、僕たちのことを陰でタートルズって呼んでたらしくて。<laughs> なんかあの気持ち悪いやつらが4名集まって理科室でご飯食べてるぞっつって僕らちょっとした有名人になってたらしいんですよもう何なんだお前らとんか気持ち悪いぞあいつらみたいになっててなん,かなんかよくわかんないですけど僕はあのそのタートルズの中でもあのミケランジェロだったっていうのを聞いて <laughs> いや知らんかなと思うんですけど <laughs> なんかオレンジの,あのヌンチャク使う陽気な陽気なやつって言われて。 うん、グリーンはね国中,国中です。<laughs> 国中ですよ。昆虫大好き国中。4名ね。ダサかったなあの4名。本当にダサかったな。ひろゆきってやついたんですけどね。タートルズに。あのー、学校に PSP とか持ってきてて暇だからっていうんですけど暇だから持ってきてるっていうんですけどなんかその明らかに同級生たちが。 おいちょひろゆき、お前 PSP 持ってきてんのかよって、ちやほやされるがためにとしかも思えないですよね。なんかその、ひろゆきすげえなって言われたときに、すげえ嬉しそうな顔してて、まあまあ、そういう4名でね、集まってたっていう話ですよ。うん。そうですよね。まあまあ、こんな感じですよ、皆さん。はい、こんな感じですよ。当たり外れありますからね。トークの代はも、い。 はいあ行きますかわ <laughs> かりましたヘルプ <laughs> 使,使ってもいいんですかわ、はい、かりましたじゃあ次のトーク内容行きましょう移りましょうか <noise> 何かな4番最近あった話ですね4番が出ましたよ最近あった話何があったかな えーっと最近あったんですよねあ最近なんですけど僕らの吉本沖縄に所属する芸人ってあの国際通りの,あの前の三越の跡地にハピナハっていう建物があるんですけどそこの3階で吉本沖縄花月っていうお笑いの劇場があるんですよ劇場とプラス沖縄おもろお化け屋敷とお化け屋敷2つオープンしたんですけどそこで僕たちは主に活動するんですよ。そそそそれこそもうもう僕もううだだししみんなそうだし毎日 もう毎日って言うほどそこにいるんでほんと最近なんですけどその吉本沖縄か月んですよお兄さん外歩いてるお兄さん吉本沖縄か月に佐々木希来てたらしいですよでしょすごいでしょすごくないですかす、ね、うん <laughs> 僕は見てないんですけどその時の出演者が知念さんこれ見てくださいよっつってパッつってあの佐々木希来てるらしいですよどうですかお兄さん明日明日行きませんよあしどうですか 明日いるかもしれませんよであとあの本んとに最近あの,その国際通りの方をパーって歩いてたら人だかりができてたんですよでパッて見たらタモリさんがロケしてましたよ、えー、びっくりしましたよ僕何だろう,何だろう、うん何何何にと思って、えー、お笑い界のビッグ3の一角が <laughs> <laughs> あそうあら気になるなこれ芸能人見た時って本当に素人みたいになるんですよ自分であのわ<は> 浅森さんだっつってなんか意外とテレビで見るより小さいみたいな自分たちもまあ芸能人じゃないですかあまあまあそうですね僕らも芸能人みたいなもんですけど普通芸能人って呼び捨てで呼ぶじゃないですかああはいはいはいそこはさんづけとかする自然にあのー、芸人同士の時はさんづけなんですよ ただ素人相手にする時はあの呼び捨てにするんですよ。かるんですかこれんでかって言ったら僕らがまだ売れてないからなんですよ。<laughs> なんかその例えばタモリさんはタモリさんでいいですけど何が言いますかまあな例えばえっ、ー、とさんまさんとかまあさんまさんとかさ、うんまさんがさとか言った時とかにそう言ったらその地元の友達とかが「お前何?」 先輩感出してんだよみたいな感じで言われるのが嫌なんですよだからそれがあのこの前あのさんまがさ面白かったんだよねって言っちゃうんですよねやっぱわかりますうんなんかやっぱストですよねあもう早く売れてよ <laughs> でもその芸能人見たって言えばああいやマツケさんマツケさんマや早,早い早い芸能人見たって言えば そ,のそれこそお化け屋敷に元カトゥーンの田口君来てましたからねびっくりしましたよ、ねね、LINE の方でいつもやり取りするんですけど、うん、僕があのガイドって言って、はい、お客さんをずっと案内する役のお化け役の人だったんですけどお化け役でそしたらあのエレベーターの人の LINE が来て次お客さん元カトゥーンの田口君来ますっていや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 お前そ,れそう言ってお前超絶ブス来るパターンのやつだろと。<laughs> ははいはい,はいこれ振りねと思ってであの準備してエレベーターがチーンって開いたら3人組の明らかに花が凄まじい男たちがいるんですよ。で,で明るいとこまで案内してで僕田口君自体にあんまり正直知らなかったんであもうこれ行っちゃおうと思って「お名前なんですか?」って言って端の方から。 か「お名前なんですか?誰ですお名前ですか」って「誰だ?」っつって「それらしき人に最後お名前なんですか?」つったら「入り口出口田口でーす」ってやってくれて <laughs> <laughs> 田口くんだと <laughs> しかもやってくれるんだと思って、うん、いやもう超絶いい人でしたよしかもそのうちの一人はえっ、ー、と FC 東京の FC 東京の太田太田さん っって言って言ましたよ日本代表らしいですけどね、はい、うんなんかすごい人が、はい、来てましたねそ,そうですね、はい、もうそういう人に出会えるかもしれませんよと、うん、なんか黒木メイさんも来たことあるよみたいな話も聞きましたんで、うん、サイコロの方お願いしましょうかサイコロの方いきましょうか、はい、何番かな6番です大喜利です、はい 大喜利かい <laughs> 大喜利かいちょっと待ってもらって大喜利かよ <laughs> <laughs> すいません大喜利殿大鈴木さんお願いします <laughs> 前世がお坊さんじゃないかなと思う瞬間ってどんな時前世が お坊さんじゃないかなと思う瞬間と思う瞬間瞬間はどんな時ってことですねではいはいはいなるほど前世がお坊さんじゃないかなと思う瞬間はどんな時そうですよシンプルな大喜利やってますよなんかいいですねこういう一人で大喜利やるっていうの 芸人芸人してるなっていう気持ちですよ <laughs> ああはいはいいきますいきます前世がお坊さんじゃないかなと思う瞬間ってどんな時携帯の着信音が木魚 <laughs> <laughs> おおありがたい,い,い今日は調子いいですかいいありがとうございます あ面白い最初面白いですからね。ありがとうございます。ます逆に長引いたらもうもうもう、フい。あちょっと待ってくださいね。来、はい、ましたよ、次は4番、最近あった話。<laughs> <laughs> <laughs> このアプリ、もう3パターンしかないんじゃないのこれ <laughs> 何があるかなあうーんあれかな最近あのー、ブログの方をちょいちょい更新したりするんですけどまあブログ自体は結構前からあってまあ最近ちょいちょい更新するんですけどまああのー、その4年ぐらい前に、まあ、ブログの更新が解説したのが僕らが、えー、1年目芸歴1年目の時なんですけど それが僕がえ今年の4月で5年目なんですけどだから4年ぐらい前の話なんですけどねあのせっかく芸人始めてブログが開設したってことなんでちょっとブログをその時にも4年前にも更新していこうと思ってポンポンやってたんですけどそしたらあのやっぱり売れてないってことでまあ今でもそうなんですけど全然コメントとかってないんですよ。でまあそれでもその全然めげずにめげずにというか もうほぼほぼ趣味というか、もう自分が好きでやって、もうブログをもう毎回毎回のように更新してたら、ある日あのー、コメント一って書かれてたんですよ。おついに来たと思って、そのコメント一って書かれたとこうクリックしてみたら、おならマンって人がプーって書いてました。<laughs> しょうもな、せっかく来たコメント、おならマンって、おならマンが並行いて。 帰ってきましたよ。<laughs> そうなんですよね。でもそれがなんか今はなんか yahoo！ブログかなんかにちょっと変わっちゃって。コメントがもうなくなったんですけど、みんなに見せたいぐらいでしたよ。あの時は？<laughs> おならマンがぷーか。しんどいな <laughs> あ。そうですね。メールの方が来てますよ。 えーっとあどっちですか、はい、どっちかなどっちかなメールあ一件目あもう一つはどっちですかえっと小座之助さんいやえー、っと最後が11時7分レオナさんあーこれですねえー、レオナさんから来てますありがとうございます知念さんこんばんは今日は一人ですね頑張ってくださいって来てますあーありがとうございますあ <laughs> 嬉しいなー本当に <laughs> 一人なんですよもういつはあ来てるあ来てる来てるえー、と岩田斗さんから来てますね <laughs> 同期の利根川ホップキンスの岩田くんから来てますはいさーい <laughs> 言わないだろお前今日は知念隆さんが一人での放送だと聞いて「初めてですかメールを送,らす送らなきゃ」と思い送らせてもらいました。 <laughs> ありがとうね忍さんインフルエンザになってしまったんですね大変大変自分は予防接種もしましたし最近マスクを買ったんで予防はバッチリ、えー、知念さんも頭皮が少し風邪気味な気がするので気をつけてくださいね <laughs> 我ら同じ日に生まれることはかなわずとも死ぬ日は同じはいえー、これね <laughs> これですか 今のはあのあんまり触れずにはいきたいですけどね <laughs> こういうノリですノリですはい流行ってるんですよな何なのってなんかあんまな何なんだって思った方もまあ多いと思うんですけどあのー、我々はこのノリが、えー、面白いと思ってるんで今後も続けていこうかなと思ってますよはい死ぬ日は同じやっていこうね今まね い <laughs> 早い早いはい早い待て待て待ってそうね <laughs> あのね扉で豆のが解散したから僕は今ここにいられるんだよ <laughs> 本当に逆にもう感謝ですよ<笑><笑>え二、ー、2番出ました 2> <laughs> 2<番>はい家族のお話です <laughs> えーっと家族ねあれああったあったあった そうなんですよね、僕の家族はあのー、4人兄弟なんですけど僕はあのー、基本的に一番上の僕が末っ子で一番上のお兄ちゃんと仲いいがいいんですけど、まあ、そのお兄ちゃんがすごい変わってるんですよ。<laughs> 特にあの軍事とかそういうものが好きで<事>、はい、好きな好き、はい、そうだしあと科学的なものも好きで<ー>、はい、好きな雑誌がニュートンなんですよ。<ー> <laughs> <laughs> ニュートンって分かりますか皆さんあるんですよニュートンっていう科学雑誌が「ツ <laughs> タヤとか言って「ニュートン呼んできたよ」とか言ったりするんですけどなんかあのー、あれなんですよ軍事的なのも好きですし例えばベランダとかに僕とお兄ちゃんで2人で喋ってたらあの沖縄って戦闘機とか通ったりするじゃないですかで戦闘機言っ,ったらゴーってすごいあの音が鳴ったりするじゃないですか あの音聞いて僕のお兄ちゃんあのどの戦闘機だって当てれますからねゴ <laughs> ーって急になってちょっと待ってよああ今のはブルーインパルスだないや知らんかななんかブルーインパルスって西型最大の旅客機だよっていや知らん知らん旅客,旅客機っていうかなんか最大の戦闘機だよみたいなそんなこと言われても分からんよと思うんですけどあとさらにもうこれやばいなと思ったのが 一緒にアニメの「コナン」名探偵コナン見てたんですけどそれ見ててコナンがあのこうやってこう誰が犯人かみたいなこう推理してるときに考えててひらめいた瞬間に白い光が頭をピシッてこう貫通してはって思い出すこの思いつく瞬間の描写がアニメでよくあるじゃないですか白いのが頭でピシッて。はい それ見ててこれってさ絶対コナン君の体に悪いよねってそうなんですよ観点, <laughs> 観点がねどういうことって聞いたらあの白い光がパシーってこう頭に貫通するじゃないですかあの衝撃があまりにも強すぎてあの絶対体に悪いよって <laughs> 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 お前どこ見てんだよと思うんですけどね 僕はね、そんなお兄ちゃんが、ね、大好きなんですよ, <laughs> よ男あえ男、男,男あ僕の兄弟はあれですあの男男お姉ちゃんあ女僕の4人兄弟ですねあちょっとツイキャスの方がストップしまったお、ね、ほうほうツイキャス多いですかあ本当ですかちょっと面白いことやってるぞみたいになってくれたら嬉しいですけどねえっ、ー、とレオナさんが「岩田さん」って一言 <laughs> <laughs> 真中らーらさんが知念といえば航空東大にも知念多汗という無,無線局があるよああそうなんですか知念多汗知念多汗 <laughs> なるほどね <laughs>、うん、ああそうですね多分ねニュートン好きでしょニュートン好きだなこの人 <laughs> 次,行次行きましょうか <laughs> あそうですね一旦 CM 行きましょう CM です 今日い,いですかいいいいちょっとどうなんかなと思うんですけど松村かおりよしこうたくん一言レインマン <laughs> ってんのこコメントがもう短すぎてハテナで終わってほしいよハテナでレオナさんが「今日は大変そうですね」って大変だよしのぶちゃん ぶん、殴りたいよ。お前を。<laughs> 岩田もありがとうね。みんな聞いてくれてんだね。岩田ですか？ほほほ。しのぶさんコメント来ないかなーってこうた君が来てますね。 ャスも送ってくれる方、本当にありがとうございます。僕みたいなちっぽけな芸人にコメントを送ってくれるの一人でやると、いろんな大変さとかわかるっすね。あほはははは。<う> <laughs> <laughs> なんすかね芸人が聞いてそうだなこれえっこれ聞きながらニヤニヤしてるやついるだろうはいあ心当たりますドナイト5 さあ、トゥナイト5、引き続きお送りしたいと思います。本日水曜日はピン芸人の知念たかしがお送りしたいと思いますよ。はい、えー、しのぶくんがですね、いつも一緒にやっております。ピン芸人の忍のんがインフルエンザのためお休みなので、一人で、一人で滑らない話をちょっとやっております。はい、えー、そうですね。じゃあ、いきましょう。<noise> うん、3番、3番は、学生時代のお話。<laughs> <laughs> 好きだな学生時代の話はいはいはいあれ行きますかじゃあ僕あのさっきも言ったんですけどもあのやっぱり行けてないグループに属してたっていうことでそういう行けてないエピソードがやっぱりその山ほどあるんですよね <laughs> まあまあないに越した方がいい,い,いんだけどねまあ芸人だったらそういう話でて助かるんですけども、まあ、例えばあの高校時代にねまた高校時代なんですけど僕が高校3年生の時の えっと2月かな2月の時なんですけど学校卒業する1ヶ月ぐらい前の時なんですけどあのその時洗濯授業で個展があったんですよ、うん、なんですけど僕あの同じクラスで個展選択してたのが僕一人だけだったんで,であの僕あのその個展ってその移動授業なんですけど移動したら一人だけだったから喋る相手がいなくて。はいはいはい いつもなんかこう端っこの方座って一人でポツンと寂しく授業を受けるみたいなことをやってたんですけどまあその2月の時にすみません授業はじ固定の授業始まってで先生が来ていつものように出席取るじゃないですかでまあボン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 出席取ってって僕の番回ってきた時に先生が「えー、13番知念浩二君」って言われて僕「貴司」って言うんですよ <laughs> やべえなと思ってでもういやいや違う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 って心の中で思って。 僕はもうすぐに「いや先生すいませんあの僕工事じゃなくて高司です」って言い返したかったんですけどそんなことを言ってしまったらあの周りのみんなに「うわあいつ学校1か月で卒業なのにまだ名前覚えてもらってねえのかよ」って思われたくなかったんで僕もう満金で「<laughs> はい」<laughs> って「はい」ってもうその瞬間僕があの知念工事になった瞬間なんですけどね。 で結局その古典の先生が僕の名前を覚えることなく僕学校卒業しまして <laughs>、ね、知念工司って絶対ダメだよ先生が名前忘れちゃう忘れたってか間違えちゃうん <laughs> 芸人だからこうやって喋れるんだよ先生 <laughs> 一般の人も悲しいエピソードの一つになっちゃうからさ つら <laughs> かったない <laughs> じゃあ行きましょうかはい何かな来ました4番最近あった話 <laughs> 全然全然5番の偏見が出ないよ偏見出したいな <laughs> ええー、最近あった話し何があるかなうん あれかな、最近で言ったらまあ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 その1月かな先月なんですけどその時にあの r 1グランプリっていうあの一番面白いピン芸人を決めようっていう大会があってまあそれが1月の中旬ぐらいに1回戦がね地本沖縄・か月と場所で開かれて僕ももちろんピン芸人ですから受けてそれがまあその1回戦僕通ったんですよ。 で2回戦から会場が東京になるんですよね東京と大阪になるんですよでまあ僕日程がまあ事務所の方で勝手に組まれるんですけど僕の2回戦の日程が、えー、東京だったんですよでまあ僕東京の方行ってでまあ一応去年も前回も僕1回戦向かって2回戦行ってるんですけど2回戦がまあ去年は全然受けなくて。 これやばいなと思って絶対今年こそうっかりいたいと思ったんですけど実際やってみたらやっぱりそのつるんつるんではないんですけどまあ受けないもんでん、ね、やっぱ厳しいですね誰だお前だ感がやっぱすごく、うん、あっていやお前ので笑わねえぞみたいな <laughs> とこがやっぱあったんですけどまあそれでやってる最中にあこれ正直落ちたなって僕確信したんですよね。 あもう後半でこの受けのりを受かるはずねえよとこれで受かったらもう間違いなく不正だよと思ってで <laughs> こうやってる最中に本当にあのー、ダメなんですけど2回戦の会場がちょっと会場というかあのステージがねあのネタやるとこがちょっと高い位置にあるんですよあ舞台が舞台がちょっと高い位置にあるんですけどあのー、本当にダメなんですけど一瞬頭の中でこのままじゃ受けないから。 舞台から飛び落ちようかなと思ってもうぐんぐんを僕もうステージの前の方行きまして落ちよう落ちよう落ちようと思ってでも一瞬えこれ落ちたところで面白いっていうのが頭でよぎってあの本当にね終わった後にね落ちなくてよかったなと思いましたねあれはうんうん うん、舞台落ちて r 1も間違いなく落ちてますから <laughs> <laughs> よかったですよ、あれは本当やらなくてよかったなと <laughs>、うん、で、やっぱそのあれですねちょ、うん、やっぱ厳しかったな厳しかったですね、<laughs> 東京<は> <laughs>、まあ、来年はもう必ずっていうほどもあれですよ、r 1グランプリは、えー、決勝いや、3回戦いきたいよ、うん、<ず>3回戦。 まずは3回行のきます、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、<laughs> えーっと来ましたよ何かな ?1 番芸人芸人のお話あこれも出てなかったですねはい芸人のお話はいはいはいなるほどねあのー、まあこれはその僕の周りの芸人のお話とかしたりとか僕が芸人になった上で話 起きた話なんですけどまああの僕の同期の芸人でワッショイ松岡っていうおじさんの芸人がいるんですよ。あ,、ね、あ,あ見たことあります関さんも。ホームページとか見たらすぐ調べるって分かると思うんですけどもう本当僕のちょうど10個上で、えー、と46歳かなの <laughs> なんですけどもがっつりおじさんなんですけどまあ同期の同期なんですけどそれ松岡さんって呼ばれててワッショイ松岡です。 <laughs> あまりの年上のため、えー、同期でも「さん」付けで呼ぶっていう敬語でね敬語で呼ぶんですけどその人がね、まあ、さっきも言ったんですけど僕ら普段ん花月とかお化け屋敷で働くんですけどあのお化け屋敷っていろんなポジションがありまして、まあ、さっき言ったそのガイドだったりとかエレベーターだったりとかチケットをもぎるもぎりっていう役だったりとかねいろいろあるんですけど、まあ、やっぱりメインはお客さんを、えー、案内するガイドっていうところのポジションがあるんですよ。 でそこはやっぱ基本的に芸人はみんなーん覚えれる人は覚えようってうことで入るんですけどやっぱ松岡さんまあおじさんってことで物覚えが悪いんですよ <laughs> まあ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 しょそれはしょうがないなおじさん年なんだよねしょうがないなってことで覚えが悪くて最初全然ガイドに入ってなかったんですけどあのあまりにもやっぱ他のポジションばっかやったりとかガイドやらないのも松岡さんにとってもあんまり良くないなってことで。 そうですね何でもできた方がやっぱいいぞっていうことでやっぱその社員さんがねお化け屋敷の社員さんが「あの松岡さんあのガイドの、えー、っとテストしよう」っつってでそうそうです社員さんをお客さんと見立ててで、まあ、案内パーって案内してでちゃんと案内できたらお客さんをガイドとして案内してもいいですよっていうふうになったんですよ。 ああそうで,す、ね、でやってみたら意外のほか松岡さんパーってこうせリふを悠長に言えてで、まあ、こう脅かすタイミングとかもうまくバーンってうわーとか言ったりするタイミングもうまくて社員さんも「おうまいね」みたいな「結構松岡できんじゃん」みたいになってで最後までそれがうまくできたんですよで結果松岡さん不合格なんですよ。なんでって聞いたら。 あの理由があの松岡さんの体臭が臭いかららしいですよ。<laughs> <laughs> もうそれって本当に手術とかで治すしかないっすよマジでおじさん。でその話をする時の松岡さんが「いや何かさうまくいったんだけどさなんか臭いって言われちゃってさ」<laughs> あの時の香ったらないっすよ。<laughs> 胸がキュッてなりますからねそうですねあとツイキャス来てます、はい、えー「サキハメックス」<laughs>「サキハマックスなお前な」何でツイキャスの時だけ目に書いてんので、えー「知念は」はメックス知念はいつも同じネタばっかりだからなーって来てますよ <laughs> これサキハメックスさんってサキハマックスなのかそれともサキハマックスのことを大好きな人なのかどっちなんだろうあのー、ねマックス本人だとしたら突っ込まないといけないですよその知念はいつもいやうるさいなそもそも知念って呼び捨てすんだとか言いたいんですけどどっち <laughs> どっちこれ突っ込めないよ俺いいのかな同じネタいいでしょそれは <laughs> あメール来てますお来ました、えー、知念浩二大先生こんばんは知念たかしね <laughs> ラジオネームオナラマンですうるさいよ <laughs> 嘘です天童頑張ろうかいです <laughs> 今夜は一人で放送とのことでどんな放送になるのか楽しみです今のところアプリがいい仕事してますね苦労けするマニアックな番組になることを心からお祈りしていますそれでは仕方なく聞いてますので頑張ってくださいね <laughs> 仕方ないとか言うな 思ってても言うんじゃないよえー、追伸インフルの予防接種をしていることを自慢するあたりさすが岩田くんだなと思いました <laughs> そうね岩田そういうの入れてくるからな、うん、賢いからなうんえーとタイトルがね今のタイトルが「祝飛び豆解散」<laughs>「<laughs> <laughs> 祝」じゃねえわ <laughs> 行いきましょうかいきましょうか そうですね、今何ううかなサイコロ4番最近あった話 <laughs> ちょっとだからもう <laughs> このアプリ何なのもう <laughs> <laughs> 俺もそんな最近あった話ないよ <laughs> も,うもう一回い一回行きますか <laughs> さすがによよはい <laughs> 1>, 1番芸人のお話 <laughs> なな何なんのこれ <laughs> 何なのな5番絶対出ないやつじゃんこれもうもう芸人の話します,ここしすあ,のあれなんですけど芸人になったらその写真撮ってくださいとかサインで書いてくださいとかってあるじゃないですか僕自体がそういう全然人気のない芸人なんでそういうことをめったに言われることないんですよで結構なん もう相当前なんですけどもう去年の話でもう何ヶ月10ヶ月ぐらい前なんですけどヶ月ができて23ヶ月経った時にえー、っと「セブンバイセブンの宮平さんっていう方がいるあの宮平さんがいるんですけどその人がに僕の方から LINE で連絡なって「知念今暇?」みたいな「あの今ジョイマンの高木さんとご飯食べてるけどお前ちょっと来ないか?」みたいな言われて「おいよぜひ行きます」っつって近くの。 えー、居酒屋の方行って,行って食べつっててそしたら、あのー、食べ終わってじゃあそろそろ帰ろうかってなった時に店員さんが「すいませんあの芸人さんですよね」みたいなあ「知ってます」みたいなまあはもちろん僕の方じゃないんですけどまあ,あの宮平さんだったり高木さんだったりとかの方に来てて「サインの方お願いしていいですか?」って言われてでまあその、えー、宮平さんと高木さんが敷地の敷地もちょっと用意してきてるんですよ店員さんがはい、はい、持ってきててでペンも用意されてて。 で2人がバーって書いた後にまあ僕は、まあ、その知名度自体ないんでまあサイン書く必要もなかったんですけどあの宮平さんがあのちょっと粋な計らいで「知念お前もサインとか書けよ」みたいになので,、うん、で,です。あの下の方にでちっちゃくでいいからもうその同じ色紙に書いたら?」って言われて「あはいありがとうございます」ってバーって書いたあ後にいやそれパって宮平さんに渡したら「いや知念 お前さ色紙ってさサイン書く時普通土曜日とか書かないよとか言われて <laughs> 僕あのサインとか普段書き慣れてないんで日付プラス括弧して土曜日って書いてて <laughs> なんか店員もうわこいつ慣れてないねみたいな <laughs> なんでおそうそう,なん,う <laughs> なんならいらねえよお前のはぐらいな感じだったんでんめっちゃ熱かったですねあれ。 そうですね、<laughs> あんたは書かないですね曜日までは <noise> えっと4番最近あった話新屋方がったから <laughs> だからだから何これなそんなないからねもうこれあれだわ4番を <laughs> 4番は次出たらもう終わりにしますもう一回いきます はい、お願いします来ました6番大喜利です <laughs> こ,こ,でここでかい先はメックスからも知念、えー、と一緒に写真一緒に写真撮るやつなんているのかこの沖縄にて知念のサインは色紙の無駄言いすぎだよお前言いすぎだよてか誰なの本当に。<laughs> 天童さんがそのアプリなら3回戦突破できるぜってそうだね ただね、携帯の Siri と会話するみたいな人ね、5人ぐらいいましたた <laughs> 多分厳しいんじゃないですかね、これは。じゃあ、ちょっと行きましょうか。いうかはいきまの方お願いしますいや小木、最後だからなあ。時間的にも、あと15分ぐらいですね。支援もあと1回でないですけど、行けないですね。えー 恋人募集中の女の子を簡単に見分ける方法とは恋人募集中の女の子を簡単に見分ける,簡単に見分ける方法ですか、はい、方法とは,とは恋人募集中の女の子を、えー えっと,えーと <laughs> うーんはいはい,い恋人募集中の女子を簡単に見分ける方法とは「ふるふるしたがる <laughs> <laughs>」LINE のねインの。<laughs> うん。<laughs> まあまあまあそれはそうですね <laughs> う<ー>ん <laughs> うーんうん 恋人募集中の女の子を簡単に見分ける方法とは簡単にですもんねんはい、いきます恋人募集中の女の子を簡単に見分ける方法とは女の子の T シャツにメールアドレスが書かれてる <laughs> ああありがとうございます。間違いないわ。<laughs> 心配だけど。うんねもう <laughs> そうですねそこまでしてほしいのかっていうのも <laughs> 逆に募集中なのかどうかもわかんないですよね <laughs>。ああでも当たりましたありがとうございます。そうですねじゃあ一旦ここで C.M. いきましょう C.M. です。 いやーあっという間ですね,すねちょっと CM 開けてこっち一回呼んでいいですかこれ電話番号とメールのアドレスも言った方がいいですかわ、うん、かりました全部言いますね <laughs> これまだまだ出てない偏見が一個も一個も出てないですよ。出たらにしますよ。四番とかその四番最近あった話とかが異常に多いんで。 <laughs> 4番と6番が出た場合は自然と5番の偏見になるという <laughs> <laughs> あナミちゃんから来てる同期の知念さんこんばんは夜更かしはダメだよ早く寝なきゃって来てますよありがとうねナミちゃんもねただねナミちゃんあと5分で終わっちゃうんだ <laughs> ちょっと遅かったかな <laughs> 天童頑張ろうかさん5番が出たら何か起きるんじゃねえって来てる 逆にもう変に5番出さないと言うても出さないというかもう言わなくてもいいっていうのも出てきましたね。はいいお願いします はい、引き続き、トゥナイトファイブお送りしております。はい、えー、ここで FM コザよりお知らせです。FM コザではボランティアスタッフを募集しております。仕事内容は、取材、一番、えー、取材スタッフ、地域のイベント、各種記者会見、えー、番組用のインタビュー取材などですね。えー、そして、えー、2番目、えー、イベント中継スタッフ。こちら、お出かけ放送現場スタッフですね。あと、対象者が、 18歳以上の男女問わず。まあ、あの、高校生はダメなのでね。18歳以上の男女問わず。そして、ラジオ業界に興味がある方。地域活動に興味がある方。社会勉強の一つとして活用したい方。初心者大歓迎です、えー。ご友人と一緒に参加も OK ですよ。そして、もう一つありますよ。FM 小座で、えー、コーナーを持ちたい方、大募集しております。FM 小座で、 えー、こ番組やコーナーを持ってみませんか月1万円から気軽に持つことができますよと仲のいいお友達や学校の同級生など仲間と一緒にラジオで喋って輪を広げましょうどちらもご希望の方詳しくはお聞きにえ、えー、詳しくお聞きになりたい方はお問い合わせください、えー、番号は098-934-8653 8653メールアドレスが 761‐FM コザ .jp761‐FM コザ .jp ですさあトナイト5そろそろ時間が少なくなってきましたけど最後そろ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 ですねラストのサイコロになるのかそして5番は出るのかといきましょうどうだいけ きた、三番。出な,な <laughs> 出ないのか。三番は学生時代のお話。なないあのね。<laughs> あれですね中学校の時に僕バドミントン部入ってたんですけど <laughs> <laughs> らしいでしょ <laughs> バドミントン部ってまあ地味なスポーツでですね地味な、まあ、強いとこはまあ目立つんですけど僕の学校のねバドミントンボはまあ弱くてですね <laughs> ナージ自体があんま強くないですよでさらにそこでも弱い方だったんででなんならちょっとあのハブられてる部活というか <laughs> 同級生たちからあんまよくなれて思われてない部活であの同級生のみんなからはあのバトミントン部は変人の集まれてやってっす,んですよで確かに今思えば練習中に上からドッジボール振ってきたなと思ったんですけどね「<laughs> <laughs> お危ないぞ」っつってまあ、さあまあなんかそういうちょっとね煙たがれてるなんかしたってわけじゃないんですけどなんかして特別ナンプしてないですけどね 存在がなんんか嫌だったんでしょううねまあもうそれこそもうちゃんと真面目に練習してなかったし「なんか少林サッカー」っていう映画がその時期流行ったんですけど「おい俺たちこれ真似して少林バドミントンやろうぜ」とか言って <laughs>、うん、練習中にそれやったりとかしてたしあとバドミントンの最後の大会で僕ダブルス組んでたんですけど最後の大会ですよあの相手チームがスマッシュやった瞬間にあの。 僕の一緒にやってたダブルスの相方の方に頭にシャトルがポーンって当たって2メートルぐらいシャトルがパーンって高く上がってパンって地面にシャトルが落ちた瞬間に審判含め全員が大爆笑が起きる <laughs> 試合中で大爆笑起きるなんて絶対ありえないですからね <laughs> その時のねあの相方の顔ね「<laughs> いやいや、うんうん、次次次切り替え切り替え」みたいな。 たまんなかったなあれさあもうそろそろお時間が来てしまいました <laughs> えー、いかがでしたか今日の「トナイトイブ1人でお送りしましたけども来週はしのぶくん復帰してると思いますんでえー、ぜひぜひ聴いてください今日はピン芸人の知念かしがお送りしましたありがとうございましたまた聞いてください